はい、おはようございます。今からですね、関東一周ラストね、日本一周の、関東編行きたいなと思いますが、今現時点家ではね、僕しかいてません。時刻は14時47分なんですけども、嫁がもう先に関東も行ってますので合流したいなと思います。新幹線で僕は追っかけます。レッドさん、お久しぶり。何日ぶりですか？2、3日か3日ぶりぐらいか、うん、また今からいろいろ話聞かせてね。うん、話すよ。まあ先にご飯やね。うん、寿司みたいな。寿司がサービスエリアで売ってるの我慢したから。居酒屋さんやけど、あの寿司を見てるんだよね。ずっと寿司だよね、君は。はい、おはようございます。横浜2日目ということで、今日はね、視聴者さんと会うんですけども、その前に、午前中というか昼にね、撮影が行われます。撮影はね、オッシュマンズっていうオッシュマンズオッシュマンズっていうね、あのこれからオッシュマンズって言ってオッシュマンズって言ってくださいね。オッシュマンズの、新宿店で撮影、買い物動画撮らせていただきますので、それ皆さん待っていただいてますので、ね、今から向かいたいなと思います。無事買い物動画撮影終了でございます。嫁の買い物へ続く。やっぱり飯の時は早い。はい、それで夕方になりました。今からね、塩さんに会いに行きたいなと思います。あなたその間はどこに行くんですか？中華街で中華食べてくるわ。うん、中華街で中華食べてくるわってことでね。その後は港未来に行くんですかね。はい、はい、港未来行きましょう。では、僕塩さんと会ってきます。はい、それではですね、6時1分になりました。もう近くまで来てるはずなんですけども、これなのかな。あ、こんにちは。ここです。あ、ありがとうございます。すいません。あ、お願いします。すごいとこやな。じゃあ、お名前から。五十嵐です。五十嵐さん。年齢は35です。35。僕の最初その動画見てくれたのってきっかけは何やったんですか？ほんと初期に全部紹介してみたって言ってありますよね。はいはい、ありました、ありました。わー、めっちゃ懐かしいな。ありました。あれをほんとたまたま見て、うん、モンスブリースのこのボックスロゴがあるパーカーって、はい、当時なかなか買えなかった、うん、で、あれ紹介されてて、うん、たまたまあれ持っててビビッときて、あ、これこの役ってこういう特徴があるんだって初めて知って、そっかそっか。で、そこから登録して見出したっていうのはありますね。だとしのイメージはどうですか？一般人じゃない感じはしますね。全然全然全然。あと動画に見るよりなんか背が高く見えたのと、すごいシュッとされてる感じがよりしました。遅いじゃん。ごめんね。なんだこれ。10度から増えるかね。まだね。はい、おはようございます。横浜3日目かな。今から埼玉の方に移動するんですけど、その前にね、今日祝日11月23日で勤労感謝の日で、もう隣がね、横浜スタジアムなんやけども、朝からうるさいんですよ。とにかくね、みんな盛り上がってて、スポーツが、我々は今から昼なんですけどもね、11時40分くらい何をするかというと、この奥に嫁堂さんがいてるんですけども、今からどこに行くんですか？今から？歯磨きの音がずっと入ってると思うけど。おすち。お寿司ですね、うん、お寿司行ってからスタートしたいな。あ、鏡で反射してくれてる。あ、お寿司行きたいなと思いますのでね、関東一周、頑張っていきたいなと思います。ではスタート。すごいな。背筋いいね。おにぎり実食。このね、ちょっとおにぎりやろう。本当だ。ありがとうございます。すごいな。いや、どうでしたでしょうか。
味しかったね、オニエビもね、よかったね、すごく美味しかったね。何が一番美味しかったの？マグロ美味しかったし、青森の大間のな、うん、味噌汁めちゃくちゃうまかった。はあ、よかったです、ご機嫌ですね。お疲れ様でした。後半へ続く。はい、おはようございます。夕方になりました、そしたらですね、視聴者さんに会いに行きたいなと思うんですけどね、今現時点でですね、何時だ、5時56分なんで、あと4分しかありませんが、おそらく間に合いません。今日の方はね、3人いてるって言ってたんで、合計僕よりで4人でね、会うんですけども、楽しみにしております。昨日しかもね、実はね、夜ね、横浜ラーメン行ったんですよ。横浜ラーメン行った瞬間見て、このニキビ出てますわ。行ってきます。すいません、遅れました。大丈夫です、大丈夫です。すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。すいません、はい、じゃあまずお名前からお願いします。イサムです。イサムさんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。年齢はおいくつですか？僕今40です。あ、40、はい、若く見えますね。僕の動画を何で知ってくれたんですか？まあ、うつの動画ですね。自分でどうしたらいいかなっていうのを思って、うん、動画を見てたって感じですか、ね。うん、隣にね、ほんまこっちに彼女さんいてはるけどね、はい、彼女さん NG なんてあるんですけど。いや、元気なんてほんま良かったです、はい、ありがとうございます。ポップアップでもお会いさせてもらったと、はい、いうことで、どうですか印象は？ポップアップの時もすごいいいなと思ったんですけど、今もすごいいいと思いました。東京のポップアップの時ってインタビューされてました？あ、されてないです。ほんなもうこれ顔バッチリ出て、 ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。埼玉ということで、今からチェックアウトして群馬に向かいたいなと思います。なぜでしょう、パン屋行かされております。そしてパンをしこたま買っております。我々は埼玉の奥地、秩父郡の長瀞へ来たのである。これから3キロ下流まで下ります。ありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか？よかったね。よかったですね。長トロってあれなんやな、長いに、さんずいに静かで書いてるな、うん、で、トロっていうんだけど、うん、意味はなんかトロがあって、うん、で長かったから長トロ。そう、静かな、湖というか川やから、うん、それが長くあるってことで長トロになったということでね、皆さんぜひ来てみてください。聞いた情報そのままお伝えしてますけど、そんな感じでした。はい、それではですね、群馬の夕方になっております。現在時刻がですね、5時52分ということで、昨日日本代表ドイツ勝っておりました。おめでとうございます。ということで、今日はね、特にサッカーはないんですけども、群馬の方とお会いしたいなと思いますので行きましょう。では、まずお名前からお願いします。サナです。サナさん、僕ずっと気になってたのが、まあ、結構前から見てくれてるじゃないですか。何系でやってるのか。彼氏がまず見てて、イケメンがいると。同じ誕生日6月16日、ズーム飲み会で、ポップアップも東京来てくれて、はい、まあ、印象とかってどんな感じですか？でかいみたいな。あ、意外と。おお、で、オーラもすごいなと。いやいや、全然全然そんだけ見てくれてるのに印象が高いじゃないかね。はい、おはようございます。群馬の朝なんですが、もうすでにチェックアウトしてですね、こちらどこですか？ニコ図書部です。図書部ですね。見てください、ズドンということでね、嫁さんがどうしても来たかったらしいので来させていただきました。なぜ来たかったんですか？いや、せっかくですからね。せっかくやからね。じゃあこれ終わった後は、餃子食べたいって言ってたけど、はい、餃子ですか？はい、よいしょ。うん、わかりました。こちら日光東照宮でございます。徳川家康公が祀ってあります。宇都宮に到着後すぐに餃子を食べる嫁だったのだ。それ何？ごめん、幸楽。2店舗目行きます。今2軒目の、餃子屋に行ってますが、あーと嫁がいてた、あんなとこに奥にもう待ってます。お店の前に先行って待ってます。そのまま食べるのが一番いいんじゃん。何もつけてね。はい、夜になりました。今日は視聴者さんはですね、一応視聴者さんなんですけども、
今はですね、僕の外注さんとして、テロップとか編集とかやってくれてる人になってるので、はっきり言います、セットしてません。そしてね、嫁も来ております。昼間はね、餃子ばっかり食べて、栃木の駅前行くじゃないですか。マジで餃子しかないから、ほんまに餃子しかなくてね、おいおいおい、すごいな言うてたんですけどもね。それでは今から、行きたいなと思います。あ、皆さん、はじめまして。はじめまして。では、すみません、お名前からお願いします。はい、健太郎です。健太郎さん、はい。年はいくつですか？26です。26歳。実は僕も外注さんで、栃木の時は会うって言って来てくれたと思うんですけど、動画でしか知らない、なんか、ありますか？あれですね、買い物動画。この始まりと終わりの、そのテンションのオンオフ。スイッチ入れて。スイッチがあるんだっていうのと、うん、今回聞くの初めてだと思うんですけど、どっから見てくれてるとか、やっぱノース見て、そこからあとはもう 人柄に完全に惹かれてる感じで、たぶん初めてやけど、はい、どうですか、いざ会ってみたら、もうそのままですよ、いやー、ありがとうございます。はい、はい、この日のことはですね、ナレーションしていきたいなと思います。茨城県の水戸市に行ってね、ラーメンを食べてですね、嫁もラーメンを食べました。っていうのも、ここなんでナレーションにしてるんかと申しますとですね、この日本来人さんと会う予定だったんですけども、会えなかったということで、ほぼ動画の素材ございません、ラーメンに行った以外ないということでね、水戸に行ったら普通納豆でしょと思われる方もいらっしゃるかもしれないですが、いや僕はラーメンなんだということでね、ラーメンを無我夢中ですすってる映像と、嫁もねスープが欲しいということで、これスープ横からあげてますけども、そんな映像を皆さん見ていただいて、次の日行きたいなと思います。どうぞ。はい、ピザ、うん、包み焼きピザみたいな、これ食べたかったよ。開けてみたら、オープンしてみたら、言葉なかったやってみたら、言っちゃってよ、デザインかな、ギュッて力入れて、ギュッて力入れて、そうそう、おいしい。もうちょっとギュッて出てこないかな、出てきたらさ、それもうすくいながら食べたい。そっか、うわ、中に入ってる、見て、うわ、うまそう、うわ、うまそう、中はすごく濃い。ごちそうさまでした。よし、急いで帰ろう。はい、ではこの後はどこに行くんですか？親戚、お父さんの妹っていう、おばさんの、そうそう、おばさんに行きます。おばさんが千葉に住んではるということでね、千葉の方まで、僕初めてなんですけども、結婚させていただきましたみたいな、もう4年前の話なんやけども、ちょっとその挨拶をねしに行きたいなと思います。今この髪の毛ペタペタやろうではね、ちょっと失礼なんで髪の毛セットしていきたいなと思います。はい、それでは行ってきました。僕だけね、ちょっともう先に帰ってきたんですけど、嫁はまだおばと、ご飯とか、やってるみたいです。おばさんはね、僕初めてお会いしたんですけど、嫁像にそっくりでめちゃくちゃ明るかったです。ね、顔もね、似とってね、親って言っても分からんでっていうぐらい顔似てたんですけども、嫁像も楽しそうにしておりました。だからこの後、日本代表の試合応援するんですけど、もしかしたら僕一人かもしれません。まず視聴者さんに会いに行きましょう。さてさてさて。本日のお店でございます。そして視聴者さんはもう先に入ってるらしいので、どこに行ってるんでしょうか。楽しみです。いいですか。吉田と申します。吉田さん、おいくつですか。私30です。一番最初に見てくれたのは何を見てくれますか。多分ハワイのアラモアナか何かで、はいはい、これこっちしか売ってないですよって言った時の動画を見た記憶があります。僕あったイメージどうですか。まあ、すごい大人な男性だなって思いました。ありがとうございます。はい、ホテル帰ってきました。今日もね、非常にいい方でお会いさせてもらって、ありがとうございました。ただ時間がですね、7時3分の予定でサッカー始まってます。急げ急げ、やばい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 、日本代表が過ぎてるぞ。あ、嫁像帰ってきてない。あそこにユニフォームがある。嫁像はね、おばとね、ご飯食べてらっしゃるので多分帰ってこないでしょう。僕一人で応援します。日本ボールです。気持ちを見せる。あ、少し出ますね。どうにしたいんですね。でん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 
おはようございます。東京に今から行きたいなと思います。千葉で今目覚めたんですけども、昨日残念ながら日本代表負けました。コスタリカ戦負けたということでね、最後のスペイン戦に望みをつなぐようですが、12月2日っていうことなんで、もうこの旅行は終わってるんでね、切り替えて東京の方と会って、で、その後明日はもう帰るだけなんでね、それで行きたいなと思います。あれか、嫁が服見に行きたいって言ってね、東京のどこか渋谷か新宿かとかわからんけど、なんか服見に行く言ってました。ちょっと今足見えましたけどね。足で元気さを表現してるのかな。ちょっと音出しちゃった。あ、そうかそうか、消しときます。はーい。さて、東京着きましたけども、どちら行きますか。ザギン。ザギンだよね。ザギンに何しに行くの。わかんない。セレクトショップ見に行くやろ。そうだいつもだいたい旅行来たらなぜかセレクトショップに行かされるっていう。どこでも行けない、大阪でもできないね。今時間合ってるし、じゃあ私のうちまだチェックアウトでチェックインできないし。そうか、今現在が12時なので、15時まではチェックインできないね。15時ぴったりにじゃあ帰ってきましょう。それはどうかな、お買い物次第です。はい、それではあれから寿司も行ったんで、今からね、視聴者さんに会いたいなと思うんですけど、見てください、これすごい綺麗になってますね。今日はね、2組いてるので、まず1組目の方をお会いしてから、2組目、その方がもう最終になってるんでね、それで、まあ、日本一周の視聴者さんと会うっていうのはこれがもうラストになるんですけども、また後でも言いますけど、福島、山形、秋田まだ行けておりませんので、この3つに関しては、また後日行きます。だからまたそれは別で動画出すんですけど、一応関東編はこれで終了なんですけど、行きたいなと思います。ではまずお名前からお願いします。はい、かけと申します。かけさん、はい、年齢はいくつですか。私最初です。僕もその動画を最初知ってくれた理由って何でした。マウンテンパーカーを買いたいなと思っていて、ここで出会ったって感じですかね。アトムも買ったんですね。はい、買いましたデルイスレザー待ってるんですね。そうです。印象的にはどうですか。ポップアップも来ていただいてるから、イメージはある程度できたと思うんです。動画からも優しい方だなっていうのがすごく感じていて、実際あってもすごく喋りやすいと感じます。ありがとうございます。はい、行ってきました。めちゃくちゃいい人でね、ちょっとお顔は出せてないんですけども、これは言っていいかどうかわからないけど、めちゃくちゃ頭いいです。なんつったって日本で2番目に賢い出会いを向いてはったような方なんやけども、すごい優秀なお仕事もされててね、日本のこれからの未来を担う人なんやけども、その人が僕と会いたかったんかっていうのがちょっとよくわからへんねんけども、一応サインとかも書かせていただいたんだね。こんな底辺高校行ってる僕と、すごい頭いい人と、誰が誰にサインもらってんねん状態なんやったけどもね、楽しく行かせてもらいました。2組目の方ね、行きたいなと思います。どちらで。はい、ありがとうございます。ではお名前からお願いします。はい、相田です。相田さん、今年はいくつですか。今年37歳です。はい、ほんま初期の方から見ていただいてありがとうございます。別名キャプテンということで、はい、知ってる人は知ってくれてると思いますけども、東京のポップアップで今カシャッと出てると思うんですけど、スタッフとして来ていただいて、最初って何切るでした。最初はマウンテンライトの動画かバルトロとかその辺だと思いますね。いろいろ知ってる相田さんなんですけど、はい、印象深かったこととか何かあったりしますか。まあ、一番は初回ですね、日比谷でお会いした時、本当の会の前にゼロ次会をしようじゃないかって言って、一応拓郎さんをお誘いして、居酒屋の前に待ってて、でそしたら拓郎さんがこう動画撮って現れて、本物だーと思って、そこからもう全部お酒とかがかかった。あれもオフィスにあります。そう、横浜のね、中華街の祝一周年で、今までの動画のサムネイルをで文字を作って、みんなで、あれもとても思いですね。振り返ればいっぱいありますね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、関東一周の旅でございました。山田さん、いかがでしたでしょうか。うん、めちゃくちゃ楽しかった。楽しかったね。うん、毎回多分その感想しかないと思うんですけども、まず横浜ではね、横浜のみなとみらいの夜景を見ていきました。うんうんうん、で次はお寿司食べました。お寿司食べたね。うん、埼玉で長瀞行ったよね。川下りやりましたよね。うん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 、これどうしてもやりたいって言ってやってみたけども、うん、どうやった？よかったね、非常に。楽しかった？うん、ずっと紅葉綺麗だったね。そうやな、どこ行ってでもずっと紅葉綺麗やったから、うん、時期がベストシーズンやったかもしれない。うん、11月下旬がね、ちょうど見頃やったかなと思います。うん、どこでも高速移動してても綺麗な景色を眺めれるって言って、君寝てたよね、隣で。うん、そうだった？うん、グースが寝る場合って寝てたよね。なんかね、高速乗ったらね、麻酔で打たれるんだよ。眠たくなるの？うん。
なるほど、出てましたね。で、あの群馬の方ではね、群馬ってどこがおすすめあるんですかって言ったら、高崎にはいろいろ物が売ってるものがあったりとかするけども、高崎以外は何もないって言って群馬でね、お会いさせてもらったけども、初の女性の方一人ということでね、お会いさせていただきました。次はね、栃木はあの僕の外注さんということやったんで、まあ、視聴者さんって言われたらどうなんて言われるとこもあるんだけど、実はもともと視聴者さんなんですよ。で、今回会ったのも初めて、ほぼ視聴者さんみたいなもんでしょうということでお話しさせていただいたんですけども、非常にあの、まあ、あのダンディーな日本酒のお店の方でね、ちらっと映像タップついたと思うので楽しい思い出ができました。日光東照宮も行ったね、その日の、うん、足パンパンになりましたけどね、もうヒーヒーってね、何が溜まってたんだ足に、乳酸、乳酸ね、覚えましたねこの旅で、なんか足がパンパンになった気がする、なんでだろう、それ乳酸溜まってるやでって教えてあげたけどね、それ以降こたることは乳酸溜まってるって言ったけども、それは違います、ただの筋肉痛ですね。すいません、はい。でその後ね、茨城ほんま行く予定やったんですけど、茨城の方がちょっとあの顔出しの恥ずかしいっていうことやったけど、あ、人見知りや、人見知りやから恥ずかしいですっていう、嫌ですって言ってね、でようよう考えたら会いたくもないしなみたいなことをやったかもしれない、もしかしたら勢いでちょっとやっちゃったけどね、応募しちゃったけどね、そうだからもうそれ全員断った後やったんですよ、うん、で2番で行くの方断った後だから、もう困ったなー言うて、まあじゃあもう茨城一回飛ばそうかいうことでね、誰ともお会いしておりません。でその後千葉の方やったんだけど、もう千葉の方ちゃんと動画撮ってるでしょ、ただ席取り忘れております。なぜかというと、6時から飲んで7時までやったんですけど、7時から日本代表 VS コスタリカがあったんですよ。2人ともサッカーのことが気になって会話入ってこないんですよ。今何時ですかね、あ、6時20分まだか、あ、スタメン発表されましたかね、あ、出てますね、お、え、これ今回は、相馬出てるんですねなんて言って、久保君出てないですねなんて言ってたりしたら、もう帰りましょう帰りましょうって言ったら、写真撮るの忘れておりました、申し訳ないです。で、まあ、お会いもさせていただいてですね、ふんふん言うとけ大丈夫大丈夫、笑ってんのか、うん、誰も知らない話だったから、一視聴者として聞いてたわ、聞いてたか、あ、そんな感じだってそうそうそう、その間君はおばさんとご飯行ってて、おばさんおじとね、ほんまね、日本代表一緒に応援するんだって言って僕らユニフォーム持って行ったんですよ。僕一人だけ着てる映像、こっちあの写真載せておきますけども、一人で応援してて、一人で負けたから一人で風呂入ってましたけどもね、気ぃついたら陽気に嫁が帰ってきてました、あ、楽しかったいって帰ってきたんやけども、楽しかったですね、楽しかったです。で本日東京ということで、東京ではまあ買い物をいろいろさせてもらったんですけども、まだ僕らにはちょっとね、座銀はちょっとレベルが高かったということでね、あんま好きな服屋さんなかったね、まあ君の趣味に合わなかっただけね、いい服あるんやけども、ちょっとまた違うかったっていうことやったんですけどもね、今回日本一周やらせてもらった中でね、どういう決め手でお会いしてるんですかっていうのをよく聞かれたんです。で動画で一切言ってなかったんで、ここで初めて言いますけども、いろんな考察がありました、内容文がいいとか、今まで商品買ったことある、メンバーシップ入ったことある、まあ、だから合ってるんですかっていろいろ言われたけども、たった一つです、スピード、もうとにかく、連絡来るスピード順でお会いしてる感じになってるので、もう一番手の人と会う、この県の一番手の人と会うっていう感じになってるから、もうね、早い県めっちゃ早かったんですよ。今回特に早かったっていうのは群馬とか横浜、この辺りめちゃくちゃ早かったんやけども、投稿して1分以内に来てます。だからそういうのはもう2番手の方とかなかなかお会いできなかったんやけど、まあ、とにかくスピードでお会いして、まあ、こういうご縁をね大事にしていこうと、その今までのつながりとか関係なく縁を大事にしていこうと、聞いてるか話、聞いてますか、うん、ということでね、お会いさせていただきましたので、その辺もね、あのよく聞いていただいたんですけど、今回日本一周最後で実はこういうからくりでしたというお話をさせていただきました。日本一周回ってみてどうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか、まあ、うん、日本ってやっぱり47都道府県あるじゃん、うん、やっぱいいね、全部の県に魅力があったよね全部の県回ってないんですけどね、うん、全部の県回ってないけど、でも魅力あって、そのさ、魅力ない県とか言われてるじゃん、全然どこでも魅力あったよね、うん、あるある、だって茨城とかさ、水戸めっちゃ良かったな、超おしゃれやし、そう、おしゃれなの、お家がとにかく日本で一番おしゃれだったよな、今まで回った中でまあお家とかおしゃれだし、カフェとかもね、もうおしゃれやな、おしゃれだったし、ね、ラーメンおしゃれだったしな、おしゃれだしね、ビビったよな、うん、水戸やるねーってな、水戸いいね、静かだしね、ちょっと離れたら、うん、よかったよな、よかったね、で東京めっちゃ近いし、新幹線とかね、いや、よかったなと思います、ね、いろんな県、本当に自然がね、いろいろ溢れて、うん、行ってみると実際いいよね、うん、いいかな、分からへんな、やっぱな、うんうんうん、ということで良かったなと思います、うん、あの実はこの後ね、都道府県ポポポポって達成って出ると思うんですけど、実は福島と秋田 と、山形か、この3つはできてないんですよ。だから Vlog でまた行きます。なのでこの日本一周企画で視聴者さんと会うのは一旦これで終わり、ただ47都府県回る企画はまだ続いておりますので、
またこれは近々ねやりたいなと思いますので、そんな感じでお願いしてもいいですか。はい、はい、では一応視聴者さんと会うのはこれで終わりですので、このあと残り3件は君とのディナーを楽しみます。いやー OK ですか、うん、それから付き添いではございません、うん、完全なるメインとして来ていただきます。いいですか。ディナーをお誘いしてくれるの。そうです。なんで。え、だって僕晩ご飯食べる人いけないから。あ、ありがとうございます。いいですか。そういうことが日頃の感謝でとか、もうそうか、感謝いつもしてくれてるもんね。うん、いいですか。私がじゃあ一視聴者と思って持ち上げてくれなかったんで俺のこと、うん、いいよいいよ、はい、ということでね、すみません、ここの進化がものすごく長くなっておりますけども、この辺で終わりたいなということでね、はい、今回日本一周の企画で、いろいろ応募していただいた方、そして応援していただいた方、本当にありがとうございました。またね、こんな企画があったらぜひぜひ応募してみてくださいということで、本日はですね、日本一周関東編をお送りしたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ピコリ。